本日の第一試合、米子東高校対市立久留高校の試合に先立ちまして、両校のラインナップ並びに審判をお知らせします。まず先攻、米子東高校、1番ショート岡本くん、ショート岡本くん、2番レフト山内くん、レフト山内くん、3番ピッチャー森下くん、ピッチャー森下くん、4番ファースト福島優子くん、ファースト福島優子くん、5番キャッチャー長尾くん、キャッチャー長尾くん、6番セカンド福島光太くん、セカンド福島光太くん、7番ライトトキくん、ライトトキくん、8番サード永田くん、サード永田くん、9番センター本田くん、センター本田くん。代わりまして高校市立久留高校、1番レフト塩田くん、レフト塩田くん、2番ショート神崎内くん、ショート神崎内くん、3番ファースト田辺くん、ファースト田辺くん、4番センター沼田歩夢くん、センター沼田歩夢くん、5番ピッチャー沼田仁くん、ピッチャー沼田仁くん、6番ライト梅田くん、ライト梅田くん、7番サード池田くん、サード池田くん、8番キャッチャー秋山くん、キャッチャー秋山くん、9番セカンド門井くん、セカンド門井くん。なおこの試合のアンパイアは球審藤原、塁審一塁庄司、二塁後藤、三塁刈谷、藤原庄司後藤刈谷、以上4種によって行われます。試合開始まで今しばらくお待ちください。ノックの制限時間はあと2分間です。